平井六右衛門十二代、平井六右衛門から1921年10月19日は、明治から大正期の王子主、実業家、政治家、衆議院議員、貴族院多額納税者議員、平井六十二代当主、道の区国市和群、後の岩手県志和群日詰町で、代々聖酒状油醸造業を営む平井や、洋蔵の長男として生まれた、和漢学、 数学を収めた。1893年4月、祖父、六江門の後を継いだ。醸造業、農業、鉱山業を営む。シワ牛橋乗社長、岩手銀行取締役、森岡銀行取締役、花巻銀行取締役、岩手製鉄取締役、白川醸造取締役、南部鉄瓶取締役、岩手電気工業監査役。 森岡電機監査役、岩手軽便鉄道監査役などを歴任。その他、1895年以降、岩手県官業諮問会員、日詰町学務委員、道農会長、市和群参事会員、所得税調査委員、岩手県地方森林会議員なども務めた。1915年3月、第12回衆議院議員総選挙に、岩手県軍部から、 立憲政友会所属で出馬して当選し、衆議院議員を一期務めた。1919年補欠選挙で、岩手県多額納税者として、貴族院議員に御選され、同年8月21日に就任し、公有クラブに所属して活動したが、在任中に死去した。ありがとうございます。